んにちは。ムクフローリングとウッドデッキ専門店エコロキアの正木です。本日はムクフローリングのデザイン、表面加工の一つヘキサゴンカットについてご紹介したいと思います。こちらが実際にヘキサゴンカットが施されたアメリカンブラックウォールナットのムクフローリングです。お分かりいただけるでしょうか。このように六角形の亀甲模様、ヘキサゴンカットがムクフローリングの表面に刻まれております。このような表面加工はいくつか種類があるのですが、その中でもヘキサゴンカットは彫りがやや浅めとなっております。ですので足触りに関してもかなりソフトな印象を受けます。デザイン的には正六角形が連なる規則正しいデザインとなっておりますので、ムクフローリングだけではなく壁面などの、装飾に施しても非常に高級感のあるデザインとなっております。こちらはアメリカンブラックウォールナットですが、もちろん他の樹種、例えばオークやバーチ、また硬い樹種でいうとイペやウリンなどのウッドデッキにもこういったデザインを施すことは可能です。受注生産となりますが、カットサンプルとご医療の方はぜひお問い合わせください。